皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はこちらバーンソニーさんから最新ワイヤレスイヤホンを借りすることができたので、こちら皆様にご紹介させていただこうと思います。この 1000X シリーズで、皆様ご存知ですか？ 1000X シリーズ、まあソニーのワイヤレスイヤホンのもう超人気超定番のシリーズでございますよ。ワイヤレスイヤホンおすすめとか、ワイヤレスイヤホン人気とか、ランキングとかで調べれば必ず上位に出てくるな、超定番超人気のワイヤレスイヤホンシリーズなんだけれども、2年ぶりに新しいバージョンが登場しますということで、こちらでございます。ババン WF1000XM4 のご紹介でございます。さっきオンラインでソニーのスタッフさんとそのミーティングというか、そういうことをさせていただいたんですけれども、そのスタッフさんがね、もう自信を持って皆様におすすめできるプロダクトですなんておっしゃってたんですけどね、もうこれね、ほんとすげえ、売れるわ、売れる、絶対人気になる、絶対売れる、マジですげえ。もうとりあえずさっき届いてちょっとざーっと触ってみただけだからさ、ちょっとファーストインプレッションというか、そのざっくりした感想やってしまうんだけども、とりあえず2つ、もうシンプルに2つ。まず1つは音がめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。で、二つ目は、ノイズキャンセリングが、マジですげえ。で、他にもね、そのなんか質感がいい感じとか、装着感がいい感じとか、まあいろいろ細かいところはたくさんあるんだけども、ほんとシンプルにその二つでございます。順番に見ていってみましょう。とりあえず、まあパカッと開けてみると、こんな感じでございます。まあ、印象としてはちょっと出っぷりというか、少し大きいかなって感じがすると思うんですけども、どうですかね。まあ僕もね、パッと見たときに、ね、最初に、あ、ちょっとでっかいかなっていうふうに思いました。けれども、何回かつけたりとかね、しばらく装着してるとね、この大きさ意味がわかるというか、なんかね、大きいからね、こうちょっと安定する感じがあるんですよ。ちょっとはめてみるとこんな感じです。ブブブとこの右耳にこう突っ込むと、こんな感じで、でちょっと横から見ていただくと分かります。この耳のこの側面というか、ここにね、めちゃくちゃフィットしてるんですよ。で、これがさ、なんだろう、これはもっとちっちゃかったりとかするとさ、もっとこのグラグラ動いちゃったりとかね、なんか浮いちゃったりとか落ちちゃったりとかすると思うんだけども、すんごいね、めちゃめちゃフィットしてます。で、このウレタン素材のやつとかもですね、この耳の奥までこのガーッと突っ込むと、中でこう膨張するのか分かんないんだけども、なんかすごいいい感じに耳の中から外側までこう全てフィットしてくれてる感じ。多分これね、少し激しめのスポーツとかしても大丈夫じゃないかなと思うんだけど、まあこんな感じでございます。こんなんばいどうよ。ちょっとパッと見るとね、大きいかなと思うけど、なんか全然耳につけてみると、はぁはぁはぁ、なるほどねって感じでございますよね。で、これね、何気にね、ボタンがないんですよ。で、僕も最初これボタンがないからさ、パッと見た時、これどうやって操作するんだと思ったんだけども、この全体的にタッチセンサーみたいなのがついてるんです。どういうことかというと、ここちょっと触ると再生するんですよ。右側はね、デフォルトだとね、再生。今再生しました。で、止まりました。こんな感じ。再生。で、一時停止。こんな感じ。すごくない？で、左側タップすると、アンビエントサウンドっていう感じで、外の音が、おお、聞こえた！突然、ごめんなさい、皆さんわかんないですよね。突然、外の音が聞こえた。突然聞こえた。まあ、その外の音をこう取り込んでくれてるモードなわけでございます。で、これはもう一回タップすると、ノイズキャンセリングっていう感じで、音が消えたねー。ノイズキャンセリング来たねーって感じになるわけでございますわ。すごい、このね、ノイズキャン、これちょっとね、動画で伝えられないのかね、ほんともうもどかしい感じなんだけどね、聞けばね、わかる。多分ね、びっくりすると思います。うわー、なんかすげー、なんかめちゃめちゃーみたいな感じで。それでちょっと、順番に、音質に関してちょっとね、話をさせていただくと、なんかね、僕の最初の印象としては、耳の中にウーハーが入ってる感じっていう印象でした。なんかね、音の質感、なんか単なる低音が出てるとか、単なるこう重低音が聞こえるとか、そういうんじゃなくて、なんかね、迫力がね、あるんですよ。なんかほんとね、でっかいスピーカーからさ、こう、ダーンってなるとさ、なんか体が揺れたりとかさ、心臓が揺れたりとかしてさ、なんか体で感じるこの音の迫力みたいなのあるじゃないですか。なんかね、あれがね、ここの中にね、いるっていう感じ。なんかそういうこうね、なんだろう、迫力があるとかさ、なんか臨場感があるとか、なんか音像がうたらかんたらっていう言い方も全然あるんだけども、僕のナチュラルな感想としては、耳の中にウーハーがいる。そんな感じでございました。で、まあ僕のね、自分の音源聞いたりとか、あと僕が好きなバンドのラウドネスっていうバンドがあるんですけども、ラウドネスのラウドネスっていうアルバムがあって、一番一曲目、Play for the Dead って曲があるんだけども、それをね、ちょっと試しに聞いてみたらね、もうすごかった。なんかね、最初のこう、ゾッゾゾ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 ゾっていうこのね、ブリッジミートの音のこの低音感とか、なんかこの、ゾって言った後、ゾン、ゾン、ゾンのこの、うんの、この、サスティン感っていう、余韻感っていうんですか。なんかそういうのもすげえ聞こえるし、ピッキングのこのね、弦がこのピック当たった後とかで、ザッって音、ツッツッ
ちょっともすげえ聞こえるし、でなおかつそのなんかでたれつくぱんつくてつくぱんすたすけすけぱんっていうこうなんかリフが始まった時のこのバスドラの音がなんかね、本当なんだろうな、なんか川の音とかそうドゥーンドゥーンみたいな感じのそのね、なんかこのサスティン感っていうんですか、その辺がね本当なんかね、なんかウーハーから流れてる音、鳴ってる音を聞いてるかのような、なんだこの迫力、なんだろうこれ、奥行きっていうのかな、なんかわかんないけど、なんかね、すごい低音の質感がね、なんか迫力あるとかそういうんじゃなくて、なんかね、奥行きがすごい。だから本当にね、言葉通りなんかね、耳の中にウーハーが入ってるみたいな、そんな感じでございます。これね、聞いていただければね、なるほどなってね、すげえわかると思います。で、なおかつそのね、音像とか、そのね、解像度っていうんですかね、もうそういうのもあるからね、もうすごいやっぱいろんな音聞こえるし、なんかね、集中して聞いてるとね、やっぱね、音楽が楽しくなるっていう感じが、ね、すごくします。ちょっとね、僕はまだ試してないからわかんないんだけども、映画とかね、これ見たらね、すごい没頭できる気がします。なんか、こう、なんだろうな、その、声の、とか、せせらぎとか、その、環境音とかも、そういったものがすごいめちゃめちゃこう聞こえてくるから、すごい臨場感たっぷりで映画とかも楽しめるんじゃないかなと思うんですけども。で、ノイズキャンセリングに関しても、その、もうね、凄まじいんですわ。ちょっと僕、ノイズキャンセリングに関して、あんまりその、深く考えたことがないから、ちょっとわかんなかったんだけども、これ考えてみたらすげえ技術だなと思って、ちょっとまあ軽く説明すると、そのノイズキャンセリングっていうのは、その、なんだろう、この波形をうまい具合にこう利用して、この音を消すっていう、そういう作業なんだけれども、まあ簡単に言うとさ、その音ってさ、波だからさ、僕の声とかそういうね、この椅子のギシギシとかさ、こういう音とかもさ、全部その、波なわけですよ。で、この波に対して、全く逆の形の波を同時に出すと、音ってね、消えるんだ。聞こえなくなるんだ、無になっちゃうんだ、ゼロになってしまうんだ。なのでこのイヤホン自身のこのマイクが外の音をバーッと聞いて、電車の音とか風の音とかさ、いろんな環境あるじゃないですか。そういった音を聞いて、その波形を解析して、でその波形を解析したらば、その逆の形の波形を作って、それらをこのね、ちゃんと正しく再生することでノイズキャンセリングと生まれてくるわけなんだけども、だこれがね、そのマイクが悪かったらノイズキャンセリングうまくいかないし、波形うまく作れなかったらノイズキャンセリングうまくいかないし、でそれをこう再生することができなければノイズキャンセリングというまくいかないわけですよ。でもっと言えばその密閉性とかもあったりとかすると思うんだけども、とりあえずまあここの3つ、聞いて作って鳴らす、ここに関してはやっぱりこうね、高性能なマイク、高性能なチップ、つまり頭脳ですよね。そして高性能なスピーカーってものが揃わないとここまでできないと思うんだよね。であんまり詳しくわかんないんだけど、技術的なことは多分その辺に関してはこのソニーが多分もう本当もうとんでもねえ、技術とこの研究を重ねてこう乗せてくれてるというのがね、なんかね、素人目にもね、なんかわかる。本当に。これはね、とんでもないことだと。事件だと。こんなノイズキャンセリングあるのと思って、そのぐらいのもうとんでもねえ事件でございますよ。これもね、みんな聞いてみればね、もうナチュラルに、感心すると思います。感動すると思います。ぜひとも、ちょっとね、触る機会あったら試してみてくださいませ。で、他にも細かいところ行くとね、そのケースがなんかこのこんな感じでランプが光ったりとかして、おお、結構かっこいいじゃねえかって感じもしますし、あとこのね、質感っていうのかな、なんかこう、プラスチックじゃないと思うんだけど、なんかこう、軽いんだけど、なんかすごいね、安っぽくない。すんごく。この本体もそう。すんごい軽いんだけど全然安っぽくない。一応重量としてはケースが 40g でこのイヤホンが両方で 15g って感じなんだけども、まあだからそんだけ軽かったらもうどこに入れても何の問題もないよね。ケースに入れ、カバンの中に入れてもね、ポケットの中に入れても全然もう問題ない感じの、サイズ感でございます。で僕ね、ちょっとこの 1000X シリーズ初めて触るからね、他のモデルと比較はできないんだけども、いろいろカタログとか見てるとね、そのケースがちっちゃくなったりとか、バッテリーの持ちがめちゃめちゃ伸びたりとかしてもね、いいことずくめらしいんですよ。もうこれはね、大人気になるよ。ならざるを得ないっていうかね、もうなるべくしてなると思います。もう本当ね、誰が買ってもね、納得のクオリティって感じです。まあちょっとお値段もね、少ししてしまうけれどもですね、もう一回買えばもうほぼもうずーっと使ってられるし、なんかそうね、音楽聴くのも楽しくなると思うし、映画とかで見るのも楽しくなると思うし、なんか人生が豊かになるって考えたら、まあ安い買い物かなという感じがしますです。で、他にもね、その、なんか話しかけられた時にその音が変わる、なんかね、うんたらかんたらとか、なんかいろいろ細かいたくさん機能があるんだけども、ちょっと僕もあんまりこの把握しきれてないので、その辺に関してはまた後日動画アップロードしようかなと思います。とりあえず今回に関しては僕が伝えたいのは、音半パネ、ノイズキャンセリングパネ、そしてこのね質感とかもパネ、そのスタッフさんが自信を持っておすすめするプロダクトですって言ってもね、
納得、超納得、心の奥底から納得できるクオリティっていうことは、まあ、伝えておこうかなと思います。そんな感じでございます。もし次の動画でね、取り上げてほしいこととかありましたらね、ぜひコメントの方とかにババッと並べてみてくださいませ。そのコメントとかを拝見して、また次の動画につなげていこうかと思います。とりあえず今日は、ざっくりとした感じですけれども、ソニーの WF-1000XM4 の、ご紹介でございました。気になるものがありましたら、ぜひともですね、下の方の概要欄の方からリンクとかクリックしてみてくださいませ。で、他の YouTuber さんとかもですね、紹介動画たくさん出していらっしゃると思うので、よかったら他の YouTuber さんの動画も、チェックしていただけますと幸いでございます。それではこんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。また違う動画でいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。